京アルカリエン湖である。かつては、ハニントン湖と呼ばれていた。グレートリフトバレーの中で、バリンゴ湖の南の半地溝の火山地域にあり、ナイロビの北西、約285キロメートル、赤道の少し北にあたる。この湖を対象とする、国立保護区の範囲は、世界遺産、第一交代にあるケニアの古将群の一部である。ボゴリア湖は、リフトバレーの中で、南の、 ナクルコ、エルメンテータコ、マガビコ、及び北のロギピコと同様に、コフラミンゴの世界最大の個体群の生息地である。湖は、ラムサール条約登録地であり、1973年11月29日から、国立保護区である。ボゴリアコは浅く、長さ約 34km と、幅 3.5km であり、700平方キロメートルの修水域を持つ。 湖周辺地域の地形は、北のケスボヌ町と東の白ョエスカープメントなどがある。保護区は、間欠泉と熱水泉でも有名である。湖水は、NA 箱酸 c o 酸素性である。湖水は、三大川とエムソス川及び、約200カ所のアルカリネス水泉からの流入によって、充填される。アルカリネス水泉は、ロベル、 シュマークー、及び南部グループの三つの湖岸地点に存在する。他の熱水泉は、湖底から直接吹き出る。ボゴリア湖は、アフリカで、最も真の間欠泉が集中している地域である。湖水は、アルカリ性で塩水。湖は、地表の流出口を持たず水は主に蒸発を通して、塩となり、半乾燥地域なために蒸発率は高い。湖自体は、 薄い氷層水とより濃くて塩分濃度の高い低層水からなる部分循環庫である。高塩分濃度であるけれども湖にはフラミンゴを養う豊富な卵層類がいて高い生産性を持つ。しかし湖に生息する他の生物は少ない。湖は常に塩分濃度が高かったわけではない。固定からの堆積物コアは 過去一万年間のうちの何回かの時期に、淡水状態が存在したことと、湖の水位が、現在の海抜約990メートルより、約9メートル高かったことを示している。当時それは北に溢れバリンゴ湖に流れ込んでいたと、考えられている。更新漁行期の間現在のボゴリア湖とバリンゴ湖は一体となってより大きな湖を作っていたと、考えられているが、これは、 未だ確かではない。湖地域は、エンドロイス人の伝統的な居住地であり、彼らは1970年代にこの地域を追い出され、今では、アフリカ人権委員会で、自分たちの再移住に挑戦している。ボゴリアこのパノラマティアスリン、JJ& ヴィンセンス、A、レドミ、グラビン・デバリンゴ、ボゴリア、リフト・グレゴリー、ケニア、サンマン・アン・ディ、 イストワール・ハイドロロジケイ・セディメンタイア。ブレティン・デ・センターズ・デリシェルシェズ・エクスプロレーション。プロダクション・エルフ・アクア・テイン11、249-540、リノート、RW& オ・ティアスリン、J、J、レイク・ボゴリア。ケニア、ソーダ、ホット・スプリングス・アンド・アバウト、エーミリオン・フラミンゴス。ジオロジー・トデイ9・五56から61、リノート、RW& ティアスリン、 J.J. レイクボゴリア、ケニアリフトバレー、A. セディメントロジカルオーバービュー、インリノート、RW& ラスト、WM、セディメントロジージオケマストリーオブモダンエンシェントセレンレイクス。セプムスペシャルパブリケーション50 1 0百1 1 2 3ノース・ルイス、M、A ガイドツー・レイク・バリンゴ・アンドレイク・ボゴリア、ホライゾン・ブックス、ISBN9966868178、ハーパー、DM、チルドレス、RB、ハーパー、MM、ボアー、RR、ヒカリー、P、ミルズ、SC、オチエノ、N、ドレーン、T、バーエスキー、E awa,、ナサーワ、O1、モアサ、WE、 ダーリントン、JPEC、アンドイスクトガスル、X、アクアティックバイオダイバーシティアンドセレンレイクス、レークボゴリアナショナルリザーブ、ケニア。ヒドロバイオロジーア500、259から276、リノート、RW&ON、RB、ザガイザーズオブレークボゴリア、ケニアリフトバレー、アフリカ。ゴサトランザクションズ9、418。ありがとうございます。